いけてるかな。ちょっとマイクテストします。マイクテストアカウント、自分のアカウント配信中のエリエデルが入室しました。いけてるね。よし。そしたらすごい久しぶりの配信になりますが、見てる人いなくても気にせずに、広告でよく見かけるバズーカボーイっていうねアプリをやっていきたいと思います。よっ、どういた、これや、どっち向き、縦横、縦や。いきなりわかんないんだけどいきなりわかんないんだけど、なにこれ、これ課金、これルーレット、動画を見てなんかゲッチしろってことっすかね。動画見んの、あの広告でよく見かけるゲームのほとんどはゲームの中に広告があるんですよねでさ、最終的にさ、どこでお金回収してんのかってすごい疑問に最近思い始めてんだけど、まあそんなことはいいか親友サリーが入室した。あ、サリーちゃんお久しぶり。ちょっと今ね、あのゲーム内広告がね、あの何、これでいける、ゲーム内広告がねちょっとね邪魔してね、お、これでルーレット、3回見ないといけないの、それはちょっとめんどくさい。でこれ、こいつをやっつければいいんだろう、多分こういうことが。よっしゃー、やったぜゲッチね、よく見るよね。また広告だよ、広告の中にね広告。これは残り18秒、これ我慢して待つしかない。これひ、いや自分でできるんかいと思ったらできないし、見てるしかない。長いんだよな広告。もうちょっとさ短いのとさ、あとさ言いたいのがさ、あれよ、広告さ、ジャロー言っちゃうよみたいなやつが最近多いよね。どうしたらいいのこれ、これか、いや違う、どうしたらいいのか分からん。あ、コンティニューを押すんか。そしてこれを、おっしゃ、一発でいった。でコンティニューをしていけばいいね。オッケーオッケー。でこれ難しいな。おい、避けたぞこいつ避けたぞ。おっしゃ、あ、この血が出るのがちょっと生臭いけどね。はい、ルーズイットゲット、これゲットするのには動画を見ろよってことなのね。で、ルーズイットってこれいらないよってこと、動画を見なかったらゲットできないよってことかな。ゲットは絶対動画見せられんの分かんねえこれ。でこのルーズイットを押してみよう。うん、アイテムもらえないわけね。オッケー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 。でふっふっ
最初に画面のどこに指を置くかで操作がめちゃくちゃむずい。おっしゃ。コンティニュー、コンティニュー。あ、なんか、あ、なんか武器も、あ、武器選べるんだ、変えるんだ。そういうこと？でもなんか、その札束のさ、なんか色がさ、緑じゃなくってさ、茶色いんですけど、茶色いんですけど、どうしても動画見せたがるね。ゲットかけるに200、うん、いいよコンティニューね。あかんとこに指を置いたと、あー自分もやられたトライアゲン。そうか、そういうことがあるんね。で、自分この位置固定だもんな。むずいな。こんな感じ？おーし、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 おーし。おーし。あ、これで帰るようになった。帰るようになった。帰るようになったけど、これやっぱ金額が高いほどいいやつなのかな。お金ちょっと貯めていこうか。うん。ね、なに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 。ノーサンキュー。広告を見せようとさせるけど、広告見ないよ。ノーサンキュー。これやばいやつや。やばい、やばいぞ、これ。やばい。ふ、どうや？やった、一発だ。うん。ね、コンティニュー。いや、評価しない、まず。それで、それで、これ、こんな感じ？おお！一発じゃん！ナイス！ナイス！ナイス、私。これはどこ、どこで、こんな気がする。よし、一発だ。あ、でも生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる。やっつけないといけない、こいつを殺せ。血がドビュードビュー。これはお子様には見せらんねえぜってやつだね。でも服も見たら多分広告見せられるから、もうスキップね。うん、ね、続けていこう。え、これドミノ倒しできんのかな。指がこれでどうや。よし、一発じゃ。ちょっと楽しいな。うん、これどこ当てたらいい。てなんかこの鉄板のとこに当てたら良さそうだけど、よ、鉄板に当ててみる。よし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 、オッケー。でもこれ、それに対して何パーセントっていう評価がちょっと微妙なんだけど、なんかボーナスでなんか札束くれるよって言うけど、広告見せるからスキップね。うん、あ、でも見せられる。それなら広告見るボーナスの方押したよ、私。やられた、はめられた。はめられた。まさかの、まさかの、まさかの。ね、広告避けてもね、広告がね、うん、用意されてるというね。やるな、このゲーム。いや、あとこれポチッとケチュ、はい、ふね、うん、課金しないね。
なんやこれ。これに当てた、指がつらい。これでどうよ。飛んでた。あの、最後の9000のバズーカを欲しいよね。うん、ちょっとそこまで頑張ってみるか。これでどうや。おーし。あんまり、あの、血がブシューってなるから、あんまり、広告避けては通れないのね。なんかこれ動かさないと進まない。あ、ゲージは進んでるから大丈夫なの。放置しよう。まあ、これ一応遊べるだけどね、こうやって。いや、これゲットしないといけないんだよな、これ。避けつつ、終わったな。よし、無理よ。ゲージ満タンになったっぽいから無理よ。無理よ。よいしょ。カウントダウン3、2、1。0、0。よし。はい、次来た。なんかね、本当にね、最初にね、どこに指を置くかがね、すごい重要な気がする。それによって、なんだろう。あの、なんだろう、その、あの、くるくる回し方が違う。で、今、分かったのは、相手がいる方、狙撃したい方向をめがけちゃうよりも、自分の背中側に指を置いて操作した方がやりやすそう。まだ生きとるんかい。まだ生きとるんかい。おう。おう。おう。おしゃい。おしゃい。9000まで頑張るぞ。え、喧嘩してるのか。いい度胸してるじゃないか。逃げるなら今だ。どうだ。なんかこれあれだな。スープラもどきだな。ちょっと違うけど。これあれだ、多分あれだよ、多分あれだよ、あのやってみたら内容が違うぜってやつだ、多分。最近あのなんだろう、あの本当にあのジャロ案件の広告多いからね、気をつけないと。ふ、こうすると生きてるんか。よし、2発でいったぜ。9000、もうちょいや、もうちょい。これはどこ狙ったらいい。え、なんかこれ爆発させた方が良さそうだけど、お、いい感じ。血ブシューなってるけど、いい感じ。そして広告な。お約束な。動画スキップできんのこれ。できんの。できんの、スキップ。よし。スキップできる動画もあるのか。そしたらよ。この辺を狙ってみるか。よし、一発じゃ。もうちょいだ。んで、これは、これは、この辺な気がする。よし、一発だ。やり。そして、
これ一回ちょっともらってみるか、もらってみるとキャラクターがこれ着用するのかどうかみたい。ちょっとその着用するかどうかを確認するために見る。自分でさ、こうやってさ、なんかあのもったいぶってる分さ、自分にちょっとさせてほしいんだけど、させてくれない系はちょっと寂しいよね。あの広告、ヒーロー RPG ゲーム、ヒーローはこれ古代広告じゃね？なんかゲットしたけど、ゲットしたけど剣の、あ、来てるわ。来てます。今一つだったね。まだ一人生きてるね。はい、どっちゅん。あー、これはさっきのもしかしたら人狙ったらずっとんでいったのかな。あ、このパズルサバイバルもよく見るね、広告。このなんかあのゾンビもどきが追っかけてきて、このなんかパズルをはめて、この広告は新しいな。このパターン初めて見るわ。これもちょっと気になるっちゃ気になるんだよね。実際のところどういうゲームなのよって思う。あんまりさ、いろんなさ CM のパターンがありすぎるとちょっと気になるわ。実際にやってみたら全然違うゲームじゃんっていうの結構あるからさ、ちょっと気になるね。ちょっと次あれやってみようかな。ね、これな気がする。あかん、パワーが足らんかった。あ、わかった。こういうことじゃない？うちが足りなかった。あ、いけた。ちょっと難易度が高くなってきたよ。あ、でもバズーカ新しいのこれ、すごいやつゲットできる。これいいやつじゃないですか。いいやつじゃないですか。あー、ちょっとまたやっちゃったよ。広告見たらボーナスでさ、見ないにさ、広告が始まる。あ、でもスキップできるから、まあいいや、許そう。さあ、このバズーカ、新しいやつのこの威力や、いかに。どの辺に行こうかな。こんくらい。よしよしよし。威力わかんない。威力がわかんないよ。さっきと何が違うのさ。え、これはとりあえずこんな感じ。うわ、なんか貫通した。あ、なんかやっぱちょっと威力違う。え、三段銃なのこれ。三段ってあの散りばめるじゃなくて、で3発撃ってる。もしかしてそんなことないな、わかんないな。あ、まだ生きてる。死ね、それ死ぬんだ。よし、オッケー。いや人を殺すのに死ね、よしよ、よっしゃーっていう発言自体問題あるね。ちょっと面白い、これもちょっと気にはなるんだけどね。この広告ね、なんかいろんなパターンの広告やってくるやん。似たようなやつ、なんかライフスケープとかってやつはやったんよ。そしたらあれは古代広告だったね。なんか間にストーリーがありすぎて、なんかそのパズルゲーム自体はいいんだけど、その間のストーリーが邪魔っていう感じだった。まあ、単純になんか遊ばせろよこらっていう感じだったね。
よし、一発です。一発だけパーセンテージは低い。これどうしたらいいん、どうしたらいいん、どうしたらいいん、バズーカもっといいのくれるん、どうしたらいいん、もっといいのあるん、コモン、レア、エピック、エピックなんすか、エピックなんすか、レア、レア、別にいらないけどね。まあでもあのアバターカスタマイズしたい人は広告見ればっていう感じだね。うん、ね、ガン、あ、なんかこの25,000円、高ければいいってわけでもないのか、19,500円かドルか何か知らないけど、これがちょっと気になるな。いやでも18,000円のやつも気になるな。なんかこのバズーカの性能を教えてほしいよね。わかんない、高ければいいっていうイメージがあるんだけど、とりあえず高いのちょっと狙ってみる。ちょっと狙ってみる。とりあえず15,000円狙ってみようか。うん、あんまり高いやつだと時間がかかりすぎるからさ。うん、こんな感じでどう。あ、誰も誰も、ああ、自分が危険、やばい、あ、やっぱりやられた。try again. あ、これ、このゲームやったんよ。全然、この CM と違った。好きな人はね、好きだと思うよ、これ。このゲームね。まあまあ、面白かった。けど、なんていうのかな。なんだろうね。輪っかのやつが出てきて、パズル。輪っかのやつで、輪っかの向こう岸に、対極的に、パズルが残ってたら、バウンドしてさ、戻ってきちゃってさ、途中でうざーってなってやめた。そんな話はいい。これは、こんな感じですか？いい感じですね。はい。よろしいんじゃないかと思いますね。はい。そしてこれはこの辺か。よし来た。人殺してよし来たとかってちょっとないわって思うけど、だってそういうゲームなんだもんっていうね。この辺狙ってみようか。誰も死なない。ちょ、もうちょ揺れろ、こら。そしたら、この辺狙ってみれば。よーし、そういうことか。なるほどね。こうやって、ポイントを貯めていく。でも、なんか忘れた頃に、やっぱりここがやってくる。まあね、興味ね。課金とかできてもね、なんか、人数が少なかったりするとね、広告収入ゲットしないとやりくりできなかったりとかね、あるからね。そういう意味では、進撃の巨人のブレイブオーダーっていう、通称ブレオーダーっていうゲームも、実は、追加でクエストやりたいときに、なんだろう、赤石割るか、広告見るかっていう選択肢があるんですね。ね、広告見たら、ただで、もう一回ミッションこなせるっていうのがあって、あれは、ああ、よく考えたなと思ったね。人が減っても、その広告収入で、意外とやっていけんじゃねっていう。やばい、自分がやられるかと思った。あれはマジ、ブレオーダーはよく考えたと思う。これは爆発させんのがいいような気がするな。
よ。どや。あ、あ、あ、よし、来た。そして、これは、これは多分、向こう岸に落として、あ、自分がやられる!やられた!トライアゲン!広告が来た。何これ?地下の王者になれ。大量のゾンビが、ラストフォートサバイバル。何何何何この人喋る前に ちょっと聞き入っちゃう。他の生存者と自分の安全を守るんだ。同時に荒野を楽しむ。喋りがうまいからちょっと見ちゃう。ゲーム全体のストーリーラインとアートスタイルは本当に完璧です。さあ今すぐダウンロードして絶対後悔しないぞ。マジか?マジか?ラストフォート。ちょっと気になるな。アナゾさんいらっしゃい。こんばんはです。これなぁ、これなぁ、これなぁ。下手すると自分がやられるから、これを、こうし、あぁ!うぉ、うぉ、うぉ、うぉ!やった!やった!やったぜ。でなんかそう物騒なあの殺人ゲームでこれボーナスレベルって来た時にいらんぜって言ってもう広告見せられるっていうのをもう学習したから、どうせなら広告見るならボーナスをもらう。はい、広告。これもね、実際どうなんて思うんよね。これ、さっきもこれの別バージョンの CM あったじゃん。どうなんだろう。ちょっとやってみないと、蓋開けないとわかんないよね。このあたりのやつ。なんかさ、CM がさ、うますぎてさ、なんだ、実物と全然ち、なにこれ?ボーナスレベル、なにこれ?これどうしたらいい?プレゼント割ればいい?永遠に玉があるよって書いてある。ってことはだよ。ってことはだよ。こういうこと?で?こういうこと?で?あ、わかんない。矢印がわかんない。わかんない。こんくらいでいいかな。あ!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 わかんない。永遠に使えるけど。よ。足りん。こんくらいか?こんくらいか?もう弾なくなった?そんなことはないね。うわ、よしよしよし、次来て来て。これ、あ、行き過ぎた!くそ!こんくらい。いや、違う。まだ手前だ。あともう一個だ。あともう一個だ。これでどうよ?おっしゃー!これでなんか、あ、ボーナスステージってそういうことか。なるほどね、ボーナスレベルって。オッケー。そして、これは、絶対この弾が脅威になるんだよね。あ、バウンドしてる、バウンドしてる。で、で、で、あ、勝手に、行った、行った、やった。よし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 。いや、人殺したいし、殺したいし、よし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 はないよね。てかもう、人として見てないから、相手のこと、うん、敵のこと。もうなんか、マートとしてしか見てないから。うん。だから、いいんだよ。多分。
ちょっとこれはね、お子様にはちょっとおすすめできないよね。なんか、うん、そう思うわ。うん、これは何なんだろうね。初めて見る。タップしてシュートしろと。そしたら広告が、まあいいや。これも多分似た感じのやつかな。今やってるやつと。わからんけど。うん。で、よ、タップ。これな、丸いの出てきたら危険なんだよ。自分の方に転がってくる可能性があるから。こうしてやね。うよし、セーフ。木片が自分のとこに来てやられるかとドキドキハラハラした。よし、これは、多分、こう。当たりやろ？うん。オッケーオッケー。で、これ、いらんから、スキップ。そして、どうしても逃げられない広告。これもさ、気になってはいるんだよね。この、人が集まっていくやつ。これもどんな感じなんだろうな。いろんなパターンの CM 見るけどさ、実際やってみたらどうなんよっていう疑問がね、ちょっとね、あるよね。広告とちゃうやんけっていうのが結構あるからさ、これどうしたらいい？スキップできる？スキップ。よし。よ。バッテンが。よし。え、自分がさ、爆弾の上にいるとか嫌すぎんだけど。これどうや？ほじくんないといけないけ？ほじくんないといけないけ？あ、ちょっと難易度上がってきたね。いや、これはもう絶対弾を撃つよね。で、これ多分ドミドン式で転がっていく。よし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 。んで、コンティニュー。ああ、また逃れられない。これはさ、なんか昔やってたゲームのような気がするんだけど、バージョンアップして、こういうなんか救済的な新しい要素が出てきたのかな。わかんないね。はい、いらっしゃいませ。はい、まあね、広告で気になるゲームをやっております。はい。これ、まあちょっと、広告で、紹介されたゲームをやってるのにかかわらず、その中にしっかり広告があるというね。うん、今広告を見せられてる最中なんですけども、うん、よ。マイキーちゃんと温かくして寝ろよ。マイキー誰？あと、え？その発言はバビューか？わかんねえ。マイキー暖かくして寝るよ。はいはい、暖かくして寝るようにします。この辺狙ってみようか。マイキー最近寒いから。そうね、寒いね。あ、自分にやられた。トライアゲーン。そうか、自分がやれること考えないといけないんだよね。自分で自殺する気はないんだよ。しかしだね。これだともう一発必要なのか。こんくらい？足らん。ゲームオーバーなりそう。いやー、足りない。うー、ノーサンキュー。
どっちの広告見せるんや。これ放置少女、これも絶対古代広告っていうか、ジャンルが違うっていうか、そういうゲームじゃないじゃん。放置少女はやったで、知ってんで、そうじゃないことを知ってんで、私。これむずいわ、マジ。どうしようかな。ここを削りたい。ここを削って、あ、なんか自分がやられそう、やられたトライアゲーム、難しくなってきた。どうしよう。じゃ、この辺？あ、全員いた。予想外。そうなんや。はぁ。はぁ。そして逃れられない告白。せっかくだから、遊べるから遊ぶか？これなんか昔ながらの、なんか昭和のあのテーブルの、なんかシューティングゲームっぽいよね。なんか喫茶店とかにさあったさ、なんかゲームマシンあったじゃん。あのもうテーブル代わりになってるゲームマシン、あれっぽいよね。そんな話すると年バレんのかな。いやでも私はあれで遊んだことはない、見たこともない実物。そしたらこれはこの紫のゼリーが絶対なんかあるんだよな。ゼリー売ってみよう。嘘。やば。もういい。ちょっと叩いてみるが。怖い。わかんない。画像が流出しました。わかんないよ。うわぁ、もうちょい。のなんくず。これドラグして標準、あ本当に標準、ドラグしてグッズ、こういうこと？やっぱりね、海外の無料ゲーは大体そうよね。よし、あと一発じゃん。うわぁ死ねえとか言ってるし。ダメやん。ダメな大人やん。お子様には見せられませんな、これ。これやばいやつやん。絶対やばいやつやん。自分巻き込まれるやつやん。うわ、なんか、待ってた、加点広告がさ、始まってびっくりしたんだけど。これスキップできる。スキップできる。ちょっと待って。ちょっと考えてたら、広告始まってびっくりしたっちゅうね。まず、こいつをやるやろ？あ、そういうこと！オッケー。こういうことや。そういうことか。なるほどな。あ、なんか目標のやつ溜まってない。まだか。もうちょい。コンティニュー。これは絶対ドミノ倒しなんだよな。あ、ドミノ行かない！行け！逆だよ！行け！ただない！
これで届くか。おーし。ちょっとさ、もっと高いさ、なんか、もっとバージョンの高いさ、あれ、バズーカーっていうか、もうそうそう買えると思うんだけど、まだ買えないか。ちょっと待って。どうしても広告から逃げられないみたいな。これクローズ？よし。あ、さっきの画面だ。やられた。怖っ。自分に来る。怖っ。これ意外とさ、無視してさ、ドッカーンって、あーやーやられた。そういうことか。オッケー。そういうことになればだよ。そういうことになれば、この辺を狙ってみる。あーやられる。ちょっと待って、そういうことになればよ。どこを打てばいいんだ。スキップ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 、そういうことならばよ。いきなりドドン、あーやられたやられた。ちょっと楽しくなってきてるというね、はい、これドドン、あーやられる。セーフかバウンドしてろ、そこで。よしよしよーし。あー怖いよー。てあー自分に返り討ち。くそー悔しい。まずはこいつを処理しないといけないね。まずはこいつの処理。よし、いい感じだ。いい感じだ。あ、行った。よーし。もういい大人が何やってんねんっていう感じだけど、あ、これはね、この画面が出たらボーナスもらいに行きましょう。うん。で、これしょうがないから広告見るでしょ。うん。で、プレゼント画面になったら、無限大に玉が出てきて、プレゼント全部攻略するまでその画面終わんないから、うん、これはもうしょうがないから我慢して広告を見る。はい、なんか回して見るんだよ。はい、1秒終わり。はい、報酬ゲット。これでこれな、なあ、悩むな。ていうかさ、こんだけさ、広告流しといてさ、さらにさ、バナー広告がさ、下にあるって言ってさ、なんかすごい広告気合入ってるよね。んで、ふう。ああ。でもまあ、無限大だから、許そう。よし、オッケー。これで、コンティニュー。新しいの来た！風船を割って、おぉ！考えてたら、なんか、ここ吹きた。なになにこれ？このゲームもやばそう。バウンド系。プロ。え？なにこれ？なにこれ？ちょっとこれ面白そうだな。ちょっと面白そうなんだけど。え？タップスタート。ちょっと遊んで。え？何これ？え、どういうこと？え？タップって誰が？どういうこと？え、ちょっと遊べるからやるよ。あ、ちょっと面白い。やばい、これ。ああ、落ちろ。
しよしよしよしおい、あーむずい、全然関係ないゲームだけどむずい。落ちる。これちょっと面白かったね。ガンスピリットか、またやってみよう。はい、本題戻りまして、これな、これな、割っちゃっていいんかな。ああ、オッケーオッケーオッケー。あー、さっきのやつめちゃ面白かったんだけど、どうしよう。やっぱ。これはなんとなく、こんな感じの気がする。おう！で？プー。なんじゃ俺！そんな現象起きるの？むずいっす。よーし。よーしよーしよし。そして逃げられない。逃げられない。克服。うん？何これは？なんかハンタースキップできるの？スキップできる、できた。いやいや、ドラッグで標準、いや、カウントダウンしてるから、これを待とう。よ、さっきのやつ面白かったな。さっきのやつめっちゃ面白かったよ。あのピストルのやつ、あのピストル単体でさ、やるやつめっちゃ面白かった。もうちょい、もうちょい、もうちょい。あー、自分がやれない。へえ、難しい。とりあえずこうするか。お、一旦ちゃいますか。よし、いいっすね、いいっすね、いいっすね。それで、目標としてるのは確か、これよ。そうそう、高めのやつ。これ性能すごいんかっていうね。これ、いやいやいや、いや、ガン、ガン、ガン。ああ、性能すごいんかって、高ければいいんかっていうね。はい。これをね、これを試す。さあ、これまた、トリック。キーだなぁ。うお、なんだこれ、なんか弾が違った、びっくりした。そして何この CM、 何この CM、 何この、このなんか、なんか、なんか韓流チックな、韓流チックな、なんか昭和チックな、バブリーチックな。スキップできんか、できないのかな、でき、え、なにこれ、なにこれ、あー、配信アプリか、かな、よくわからん。ビゴライブ、なに、ライブ配信が楽しめる。あー、はいはいはい、女の子がね、ライブ配信して、それを男どもがわーって群がって喜ぶゲームだよ。これさっきやらんかった？まあいいや。あ！思い出した、思い出した、思い出した。ちょっと広告入ったから忘れたやん。ちょっと余計な広告入れんといて。ちょっとこれ、これこの球じゃできなくない？これ変えれんのかな？過去のやつ変えれる？変えれんね。よし、これはこっちじゃないとやばい。あ、やられた、自分もやられました。そしてここ、これちょっと気になるな、なんか、なんとなく気になる。
何関節狙うの、タップシュート、そして広告が出る。まあ、まあいいや、まあいいや、よくわからん、わからん、わからん、うん、スキップさせろ、スキップさせてくれ。いや、これな、自分がやられないように気をつけないと。そしてこっからのズドン、オッケー。あー、なるほどな。あのシーンによって使い分けられるっていう感じかな。さっき買ったやつどこ行った？あれ、さっき買ったやつどこ行った？さっきのなんかニュルニュルニュルってやつどこ行った？これか、これ使えますか、使えますか。あー、自分やられましたよちょっとさ、玉がさ、ゼリー状になってバウンドしてきたらあかんやろ。でもステージによってはあれ必要なのかもしれないね。うん、これスキップできるのか、スキップできない、見せられる容赦なく。はい、カウントが入って210で消す、開いた、消す、バッテン消す、バッテン消す、バッテン。ニュルニュル気をつけないといけないね、めちゃくちゃ。ほっ、これさ、多分さ、ニュルニュルだからさ、これやるとさ、自分に返ってくんだよな、壁に当てると。あれ違った、え、そういうこと、マジ？あー、それはちょっと新しかったな。なるほどね。ニュルニュル、そういう使い方。ははーん、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 ははーん。なるほどね。ニュルニュル使いようによってはめっちゃ使えるこなわけだ。そしてまた逃れられない逃れられない。これは遊べるのか、じゃあ時間つぶしに遊んであげよう遊んであげよう、しょうがないな、もうでもスキップできるっぽいちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、広告、はい、終了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 。あ、なんかこれさっきもなんか見た気がするんだけど、このジェルジェルガンで果たしてこれが割れるんかよね。あ、いたいた、いたいた。ふんで、ジェルジェルガンでドーン。あー、ちょっとえ、ちょっと、ちょっと予想、え、ちょっと、え、そういうことなの？三つにパーンっていっちゃうの？マジで？え？ちょっとびっくりした。ちょっとめっちゃ本気、あー、まだ、ちょっと考えてたら広告入れてくる。広告入れる隙を作るなってこと？気を抜くなってこと？これスキップできる？できる、できる。スキップできる。よし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 。うん。これは、これは、これは、こっちな気がする。おーおー、三つに分かれるから、この辺、あー違う、あー違う、
3つに分かれんの厄介だね。当たんねー当たんねー。 あれはちょっと普通のなんか玉でやった方が良さそうね。ステージによってガンが何そのあの銃の種類が揃ったらステージによって使い分けた方が良さそうだよね。うん、そう思う。これをスキップできん。うん、ステージによって使い分けが必要そうだね。うん、これはじゃああのなんや別のうん別のやつで別のやつで攻略していこう。ほい。いやーやっぱねステージによってねガンの種類がね得意不得意があるよね。うん、あこれ好きなやつや。好きなやつが思わずやってしまってる。はめられる。はめられる。ここのやつ、まあまあ好きなんだよね。なら、はめられてる。めっちゃはめられてる。遊ばされてる。やばい、やばい。好きなやつ来ると遊んじゃうよね、思わず。好きなやつ来ちゃうと遊んじゃうよね。でもうこれスキップできるからスキップするね。うん、よいしょ。そうしたらこれなんか過去に見た記憶があるんですが気のせいですか。よーし、オッケー。やばい。なんか時間がもう少しあったら自分にやられてたよ。やばかったね。で、これは、プレゼントもらう。ために広告見る。で、これは何の広告ですかっていうと、最短1分で SNS 動画素材が手に入る。何使うん、その素材。何に使うの?何に使うの?これスキップできんの?わったよし。ねまずはにょこっからのこれのディアよしよし。踏んで、ここか。オッケー。まあ、これは、なんだ、弾が無限大なんで、できなくても、まあ、再トライアルができるんで、ね、うん。この辺か。あ、やばい。自分がやばい。ね、これはこの辺な気がする。どう足らん。どうや足らんスキップって押したのに動画流れるよ。 CM 流れるよ。肝が自己紹介したら可愛いキャラクターがなんか、あ、押したらスキップできた。スキップできないスキップできないじゃん。
スナイパー系、女の子スナイパー系ゲーム1周年スウェートオブサバイバル、なんで私が宣伝してんのみたいなね、うん、まあしょうがないえ、なになにの、ちょっとそれマルチスタイル生存戦略 RPG、 なんかちょっとこれやったら内容が違うような気がする、ね、やっぱあれだ、ゾンビが襲ってくるやつだ。うーん、またなんかこれちょっと CM 変えてきたね。なゾンビがさ周りにうおーってきてさ、なんか囲ってさ、なんかあの応戦するやつだったんじゃない、わかんないけど。こうか、ああ自分がやられた、うわトライアゲン、まさかの自分がやられる、それを計算してよし OK コンティニュー。これが面白かったんだよ、これが面白かったんだよ、ガンスプリント、これ面白かったんだよ。遊ぼうと思ってタップしたら遊べないっていうね、さっき遊べたじゃんみたいな、あ来た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 、むずいんで、あー跳ねのけられた、負けた、うん、いってらっしゃい。ただなんかあのちょっと時間ができたから遊んでるだけだからって言って入ってらっしゃい。あ、自分がやられる予感。やっぱり。ああ、下のさ、このドラム缶の集合体がなんかキーワードのような気がする。この辺狙ってみるか。うん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 。ほんで。んでよ。うー、難しい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 。この辺でどうよ。自分生きてる？生きてる？オッケー。はあ、難しい。難しい。これね、なんかね、なんかレビュー見たら、ハマってさ、課金したら広告なのらしいんすよ。課金して広告なくしてまで遊んだ人がいたらしいですね。うん。ほっ。よーし。これ基本もしかして3発使ってやっつけなあかんとかそういうやつ？そんな気がしてきた。ふっ。そっからのどうしたらいいん？こう。これしかないな。受け受け。うん。結構これは楽しい。これも楽しい。これも楽しかった。スキップできる。スキップ。なんでこれで遊べる。遊べる。落ちるのが危険でね、難しい。
もういいや。あれ？あれ？どっか行っちゃったよ。どっか行っちゃった。真っ暗。真っ暗。真っ暗。何が起きた？何が起きた？まあいいや。まあいいや。よ。よし。全員やっつけた。よくわからんけど全員やっつけた。え？これは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 ？難しいなぁ、難しいなぁ。ほっ、やっつけた、やっつけた。うん、どんどん難易度が上がってってる。そして遊べるからしょうがなく遊ぶ。一瞬なんか自分が死にそうな、なんか赤画面に一瞬なってなきゃ、気のせい、気のせいですか、よくわかりません。よ、そして本番再び。これなぁ、難しいなぁ。これ絶対上の丸いやつ気をつけないといけないんだよね。とりあえず丸いやつからやっつけるか。ああ、自分に来る。いやー、分かってたのに。トライアゲン。そしたら無視して一か八かやってみる。あ、やられたー。やられたー。そうすか、そうすか、そうすか、そうきますか。あ、やられた。自分がやられたちょっと笑うよね。なんかよくわかんないけど。これスキップできますか。できますか。できま、できたっぽいですね。はい。はい。これスキップ、スキップ。バッテンを待って、これ超むずい、超むずい。これこそ持ち替えた方がいいのかも。これでやってみよう。やっぱりやられました。いかに自分がやられないか、いかに自分がやられないか、難しいな。あうこれ違うな。これはこっちだな。んで、こうだな。あれ、あう、やられた。むずい、これむずい。これクリアしたら終了しようかな。同じむずかった。スキップボタンあった。いや、キャンセルのタップしたらスキップボタン出るときあるね。うん、と、あー、自分にやるね。ドンドンドンポッポ。めっちゃ考えるよね。あ、やっぱり自分やられます。自分やられない方法を教えてください。
やられた。絶対やられる。違うっちゅうね。うん。広告見るしかない。逃れられない。これ。スキップボタン。3、2、1。スキップボタン。スキップボタン。反応して。バッテン。よし。ノーサンキュー。これマジ難しいわ。玉変えた方がいいのかな。これでやってみよう。うん。やっぱり、やっぱ玉変えると効果変わるね。なれば。んで、そっからの、そっからの、もう一発しようか。ああ、一人生きてる。むずいわ、これ。マジむずいわ。のサンキュー。にしてもやっぱね、広告ね、出るんだよね。出るんだよね。これはもうどうしようもない。待つ。私待つわってね。いつの時代の歌ですの。まあいいです。はい。これ本気むずい。どう攻めよう。ちょっと考え方を変えてみる。ああ、やられた。考え方を変えて。あー、やられました。え、むずい、マジむずい。わからん攻略方法。マジむずいよ。スキップできる。スキップボタン。カウントダウンが入って、スキップスキップスキップ。バッテン。これマジむずいわ。どうしたらいい？この丸いの処理しないといけないのだけは分かってんだよね。こうはどう？あう！死にまった。死にまった。こういう時こと三段銃？うわぁ、うお、死にまった。こういう時こそ、ニュルニュル？ニュルニュルにしてみる？ニュルニュルで、この辺狙ってみる。あっちんだ。わかんないよ、クリアの仕方が。めっちゃむずいんすけど。これ、書かないといけないな、はい。スキップできるんか？できるんか？できるんか？スキップ、スキップ。タップが効かん。よし。なればよ。このニュルニュル君でこれを、あーやられっと。この辺でどうよ。あかん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 。
死なない方法がわからんというね。セーフ。セーフ。あー、やるの、やるの、やるの。へぇ。はい。やるの、やるの、やるの。これね、好きだからやっちゃうんだけど、スキップしたいんだけど、あ、よし、スキップ出た。よ、あ、いや、問題はこれよ、これよ。これどうやって攻略したらいい？ちょっと下から狙ってみるか。下行きすぎやね。おや。ああ、やっぱり死ぬね。ああ、どうしよう。お、どうしよう。お、パパパラとパパラパラとパオパオパパパ。ああ。死んだ、やられた。これクリアできないんじゃない？ちょっと。マジ無理やねんけど。マジ無理なんですけど。クリアできる気がしないんだけど。誰か、あの、もし私が、クリアできなかった場合、これ挑戦してレベル58クリアできたらご報告ください。これでどうや。うわぁ、あかん。どうしても自分が死ぬ。どうしても自分が死ぬ。どうしても、どうしても、どうしてもやられても。どうしたらいいのこれ、本当に。わかんないよ、わかんないよ。やられる。どうやっても、どうやっても死ぬ。死ぬ。あ、なんかこれ、これ、ミラーティブルの中に、これ、これ系ゲーム。あ、ちょっと違うな。集めて階段にしてなんだ。へえ、これはちょっと新しい。あ、初めて見たね。うん、集めて階段にして、また階段にして、集めてって。うん、なるほどね。面白そうだね、ちょっと。うん、いや、いや、スキップバッテンボタンにょ。これが本気でクリアできない。うん、マジ考える、マジ考える。どうしてもやられるんだよな、自分が。どうしたらいいん。やっぱり、どうしたらいいの。絶対自分死ぬ。スキップできる？できん。できへん。できへん。見るしかしない。豆腐少女、なんすかこれ。あー、豆腐に乗っていくってやつね。あったね、こういうゲーム。うーん、今すぐチャレンジ、チャレンジでした。飛ばされました。ミス豆腐少女。マジわからへん。こんくらいにしてみる。
生き残ったと思ったのに死んだ。もう一回これであかんかったらもう終了にしようかな。へえ、マジわからん。あ、生きてる、生きてる。やった、クリアした。やった。やればできるじゃん、私。となるとだよ。これは。うん、いい感じやね。進めるやん。ねこれ。Hold to.I'm release to shot. 来たこの瞬間って時に撃つん？うん、いいや。うんうん。まあ、なんかちょっとやったら楽しそうだね。うん。まあ、なんかこういう隠れた名作がね、たまにね、広告の中に。あるんすよね、ほんま。隠れたんですか。うおー、やる。狙いすぎた。んで、こんくらい。血があった。やばい、自分が死ぬ。うん。レベル60難しい。なんか踊ってる人がいる。ない。まあ、スキップでいくか、スキップするわ。スキップするわ、スキップ、スキップ。なあ。ちょ待って。鉄がな、厄介なんだよな。お、やった、一発やん。いらない、進めてこう。てかこっそりさ、音消えたくない？まあ、いっか。これさ、リログした時にどうなるか、どの画面からスタートするのかっていうのもちょっとテストをしとくか。ちょっと報酬は欲しいんで、報酬をゲットした後に、ちょっとリログした時の画面がどうなってるか確認しとこう。ね、これプレゼントと、うんーね、こっからのズドンで、そのバラバラになるのいらないってん、当たんないんだもん。当たったわ。にこれで一回消すやん。でもう一回やった時どういう画面で始まん？あ、こん、え、で、ああ、そういうことね。いきなりもうスタートなんだ。なるほど、オッケーオッケー。と切ったらよ、うおー、めっちゃ弾けてびっくりした。何あれ。あー、自分もやられた。これむずいな。ちくしょう、難しいんだよ。
よし、OK。Continue。てか、やめるって言ったよね、私。見やめようぜ。やめられない、止まらない、みたいなね。うん、これやりだしたら止まらんわ。なんだろう、時間潰し的にねちょうどいいかも。リログしてもその画面から始まるやん。でも広告がちょっとうざったいのが問題なんだけど、本当広告がどのタイミングが入ってくるかだよね。だそれによっては本当に時間つぶしにめちゃくちゃいいと思う。これもうなんかすぐちょちょちょいってできるしさ。やばい、自分そして広告が入ってね、この広告がね入った時にリログします。そしてこうするとスキップできんの、広告。でもこれローディングがどっちにしろ時間かかるか、これある意味ありなんじゃない、ありな気がする。いや、あう、自分、よしって思った。自分も巻き込まれ事故した。これはもう、ど真ん中狙って、人を狙っていく。あ、自分も、やらやんな、うわ、うぅ。広告が始まったら、こうやってリログしてやんね。スキップしちゃえば、ちょっと時短なんじゃない？わかんないけど。わかんないけど。あう！あう！痛い！やばいやばい！自分自分死んだけどクリアしたことになった。自分が死ぬタイミングが、もうなんだ、タイム制限のギリギリだったらセーフっぽいよね。で、これ広告入ったらさ、リログして、また、ね。あれしたらスキップできるんじゃない？できるんじゃない？ね。なるほどね。なるほどね。なんやかんやでどんどん進んでちゃってる。な、やめどころを見失った私。でももうそろそろ時間だな。私、本命ゲームがそろそろお時間なんで。うん。落ちろよ、こら落ちねえのが。言葉遣いがどんどん汚くなっていく。ミラティブの怖いところ。やばい、あと一発しかないのに。無理やん。自分死んだやん。ちょ、マジね、時間がね、ないから、ここで終了するわ。うん、っていうことで、はい。お疲れ様でした。なんやかんやで1時間半配信しちゃった。はい。てこてこれをまたね、YouTube にアップしたいと思います。っていうことで、お疲れした。バイバーイ。